就職活動では人生は決まりません。どんなネガティブなことも必ず5年後10年後にはポジティブに変わっているので、内定取れなかったとするじゃないですか。それでも結果的にはプラスになる。落ちたことがイコールスポーではないっていう。どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。今回は6月1日就活解禁ということで、なるほど、いろんな方に今まさに焦ってるような就活生に応援メッセージをいただこうと思っております。なるほど。ちなみに南さん、就活解禁で3月1日の時もコメントいただいたんですけども、はい、今世の中の状況的にまだ内定なかったりとか、内定あるけどまだ納得いく就活が終わってなくて結構焦ってるっていう学生の方多いと思うんですよね。ちょっとその方に向けてメッセージいただけたらなと思ってます。なるほど。結論から言うと、人生は長いです。なので就職活動では人生は決まりません。だから時にはもちろん落ちてしまうこともあるかもしれないんですけど、へこむなというメッセージでございます。いやいやいや、以上です。じゃあ確かにその通りなんですけど、はい、とはいえ今状況的に1日4通のお祈りメールが届いたりとか、エントリーしても、はい、そもそも最初から ES を落とされるとか、はい、結構ザラギあるんですよね。だから落ち込んじゃうんですよね。はい、どうすればいいですか。ですね、僕が一番好きな YouTube の動画がありまして、シュンダイアリーの次に好きな動画がありましてスティーブ・ジョブズのスタンフォード大学の卒業式の時のスピーチって知ってますか。してます。一番有名なフレーズがコネクティング・ザ・ドッツっていう話があるんですね。要は今は何の価値があるのかわからないようなことでも、例えば5年後とか10年後とかになった時に後から振り返って、あの時こういうことがあって逆に良かったなって思うことがたくさんドットがあると。でそのドットがつながることによって今現在の自分が形成されているっていう動画なんですね。概要欄に貼っておきますので、スティーブ・ジョブズの大学の卒業式スピーチぜひ見てください。5年後とか10年後とかの自分から見た時に、あの時落ちたけど結果的に良かったわって思うことって絶対あるんですよ。なんで10年後の自分が今21歳の自分を励ましてくれていると思って、どんなネガティブなことも必ず5年後10年後にはポジティブに変わっているので、コネクティング・ザ・ドッツを信じて生きてほしいです。ちなみに南さんはそういったコネクティングドットだなって思った経験とかってありますか。無限にありますね。はい、例えば僕、まあ、モテたかったって就職活動のモチベーションの源泉があって、いわゆる業界人とか芸能関係とか行くとモテるんじゃないかって思ってテレビ局とか受けたんですよ。で最初の1個前で落ちまして、落ちたことに対してめちゃくちゃ落ち込んだんですけど、でも結果的に今広告代理店に入って商売としてのテレビってところの裏側を見れたりとかしたことによって、まあ、いろんな自分の知見が広がったし、テレビ局で番組作る側になったとしたら、その裏側のビジネスサイドってあんまり分からなかったことなんで、だから結果的にそれが一番今自分にとって今すごい良かったなっていう風に思ったりとか、あと実際自分が代理店で配属された時に、いわゆる華やかな方じゃなくてお金を徹底的に扱う部署だったんですね。数字数字の世界でエクセルとにらめっこみたいな、本当最初はつまんないなと思ったんですけど、でもそのエクセルの知識っていうのは今31歳になっても生きてるし、未だに僕死ぬほどエクセル詳しいんですね。だから財産になったりとかしてるんで、その時は嫌だなって思ったことも5年後10年後にあの時あれやって良かったなっていう風に思うんですよ。なんで大丈夫です、結論から言うと。なるほど。じゃあその失敗しても振り返った時にプラスになったりとか、そう、あの失敗があって良かったなっていう風になるんですよ。それがストーリーになるっていうことね。ストーリーになります。はい、それが分かるのが5年後とか10年後だから、今は辛いんだけど絶対に大丈夫だから、とにかくあの明るく生きてくれてる方が一番いいと思います。じゃあ仮に最悪の状態で内定取れなかったとするじゃないですか。それでも結果的にはプラスになるっていうことですか。そうです、大丈夫です。例えばしゅんくんも就活したじゃないですか、はい、まあ、落ちてへこむこともあったじゃないですか、まあ、でも今自分で会社やってるっていう感じで、実はみんな就職活動が全てだと思うんですけど、そもそも働き方として人に雇われるサラリーマンっていう生き方と、自分でビジネスを起こす起業家経営者っていう生き方があるっていうことに気づけたりもするんですね。確かに。なんでもう就職で落ちてしまったから、じゃあ自分でデザイナーとして生きていこうとか、自分でエンジニアとして個人事業主で生きていこうみたいなっていう道が分かったりするんで、逆にサラリーマン落ちたことによってポジティブな道が開けたりもするんですね。結果的に自分でデザイナーとして成功して年間で3000万円稼げるスキルがつきましたと。で一方で大手企業のサラリーマンでデザイナーやってる人は結局年収600万程度みたいなことも起きるので、落ちたことがイコール全てが不幸かって言われると不幸ではないっていう。結局目の前のことに一生懸命頑張って、それでダメならもう仕方なくて、そうです、落ち込んじゃうかもしれないけど自分の糧になるっていう、ね、5年後10年後の自分の糧になります。じゃあつまり今6月1日だと思うんですけど、はい、焦らなくていいというか、なんとかなるっていうことですね。あの人生が長いってことをまず知ってほしいっていう、これでもう人生終わったわみたいな感じで思うのは間違ってるよっていうことですね。だからむしろ始まったって思ってください。お祈りメールが来たら、お俺の人生今から始まったぞっていうふうに思うといいと思います。心の持ちようということで。そうです。
ちなみに僕も結構人生終わったわっていう瞬間何個もあるんですけど、はい、南さんが人生終わったわっていう瞬間いっぱいあります。いっぱいあるんですけど、一番大きかったのは僕が25歳の時に株の取引で年収1000万近かったんですけど、年間の手取りが700万円ですと。で、僕株の取引で大損しまして1ヶ月間で700万円失った時があったんですね。25歳で。そこはもう年収全て終わりみたいな、1年間ただ働き決定みたいなっていうことが起きた時は人生終わったわって思ったけど、結果的にあの時に失敗したから、今みんなには失敗しない投資の方法でまずはちっちゃくコツコツ始めることっていうことの重要性を言えてるし、そういう失敗も結果的に失敗じゃなくて部分的成功っていうことですね。今となってはだから成功なのかなって。その失敗を発信したことによってそれで救われてる人が何千人といるので、うん、それはそれで成功なのかなって思うんですけど、確かに社会にとったら社会全体にとったら、はい。最後にですね、南さんに世の中就活生に向けて応援メッセージをいただけたらなと思ってます。わかりました。結論から言うと、就活が人生の全てではありません。今後人生は長いので、もっともっと大きな壁とか大きな障壁にぶつかったりもするんですね。なんで例えば中学生からしたら高校受験っていうのが一番大きな問題に見えてしまうし、高校生からしたら大学受験っていうのが大きい問題に見えてしまうし、大学生からすると就職活動っていうのが一番大きい課題壁っていうふうに思ってしまうんですけど、それは間違っていて、人生これから長くてもっともっと大きな壁が待ち受けてるんですね。なんで就職活動ごときだというふうに思ってください。落ちても別に大丈夫だし、受かったら受かったでそれで人生上がったわって思わずに、もっともっと長い視点で人生を考えてください。でそれに加えて、例えば人気企業の福田商事っていう会社があったとして、超大手で人気ランキング上位でめちゃめちゃ人気なので応募しましたと。でイエス通って、一次面接通って二次面接に行ったら二次面接で落とされてしまったっていうふうな時に、福田商事という超人気企業から全否定されたように思ってしまうんですけれども、そうじゃなくて、その福田商事の面接官の担当者がたまたま NG を出してただけなので、福田商事全体からあなたのことを否定してるわけではないんですね。その担当者もきっと1週間後にはあなたのことを忘れていて、その人自体も半年後には全然違う部署に移動したりとかして入れ替わりがすごいするんですね。なんで私は A 社からお祈りメール食らったから一生もう A 社と関わることはなくて、私はダメな人間なんだって思わずに、今後ね、あの福田商事からいろんな仕事をもらったりとか、自分が起業した時に一緒にビジネスパートナーとして組んだりとか、自分がね転職したりして、またその大手人気企業に行ったりとかするので、要は人生長く考えた上で短期的に落ち込んだりとかしないでくださいっていうメッセージでございます。ありがとうございます。ということで、これから就職活動が本格的になる方も多いし、大詰めの方もいると思うんですが、気を引き締めて、これだけが全てじゃないっていうことを前提のもと頑張っていただけたらなと思ってます。はい、頑張ってください。みなみさん、ありがとうございました。じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。